大阪市高速電気軌道南高ポートタウン線。南高ポートタウン線は、大阪府大阪市住之江区のコスモスクエア駅から、住之江公園駅を結ぶ大阪市高速電気軌道、大阪メトロのエイジッティ路線。愛称は、ニュートラム。駅番号を表す際に用いられる。路線記号は、P。ラインカラーは、海と空を模した水色、セルリアンブルーである。大阪南高。 サキスに作られた住宅団地南港ポートタウンやフェリーターミナルへの交通手段として1981年に住の江公園駅中府島駅間が開業した神戸新交通ポートアイランド線ポートライナーに次ぐ日本で2番目の本格的なイージティの路線で公営交通地方公営企業である交通局のイージティ路線としては初であり2008年に 東京都交通局の日暮里、トネリライナーが開業するまでは、公営交通による唯一のエイジティ路線であった。すべての駅が開業時からホームドア設置の島式ホーム一面二線、停車時は終点駅以外は進行方向から向かって右側の扉が開くとなっている。両端駅は大阪メトロの地下鉄路線と改札内で乗り換えすることができ、 運賃も地下鉄と一体計算されるため、実質大阪メトロの一路線のような扱いとなっている運賃額は大阪市営地下鉄普通旅客運賃を参照。駅構内案内表示板における案内表記は開業当時からニュートラムで統一されていたが、近年更新された案内表示では南港ポートタウン線へと変更されている。地下鉄では長らく、 ニュートラムは、お乗り換えですと案内していたが、2014年3月頃から、ニュートラム南港ポートタウン線は、お乗り換えですと、構造が変更されている。駅により、列車発着案内が、開業時からの反転フラップ式表示のものや、1997年の大津開業時に、LED 表示のものに変更されているものと、統一されていなかったが、2012年3月より、 カラー LED 式の発着案内表示器に全駅で交換された。南港ポートタウン線は歴史的経緯、口述により距離を示すキロポストが2つに分かれている矢印の方向にキロ数が増える。コスモスクエア駅、トレードセンター前駅間と中布島駅、フェリーターミナル駅間は鉄道事業法による鉄道、トレードセンター前駅中布島駅間と フェリーターミナル駅住野江公園駅間は、軌道法をよる軌道となっている。コスモスクエア駅住野江公園駅間全線通し、運転の列車の他に、車両基地のある中府島駅を、始発、終着とする列車として、早朝及び朝夕のラッシュ時間帯前に、中府島発コスモスクエア駅が、朝夕のラッシュ時間帯後及び深夜に、 墨之江公園発中布島行きが運転される。また、深夜には、コスモスクエア発中布島行きの列車も運転される。日中は、約6分間隔で運行する。また、地下鉄に比べて、車両全体の定員が少ないため、墨之江でのボートレース開催時や南港のサキス地区に、あるアジア太平洋トレードセンター、ATC 大阪府サキス庁舎、コスモタワー、 インテックス大阪でのイベント開催時にはイベントなどの来場者に合わせた増発ダイヤとなる。臨時ダイヤは平日用の a 一 a 2と休日用の m 一 m 二 m 三の五種類あり、イベント開催の集客数などで臨時ダイヤの種類が決まる。臨時ダイヤの場合は常設の時刻表近くに、本日は臨時ダイヤです表示される場所によっては臨時ダイヤそのものが掲示されたり、五種類の臨時ダイヤが 常に掲示されているところもある。臨時ダイヤの種類の判別は、臨時ダイヤ表の右下に M1 といった記載があるので、それで判別できる。南港ポートタウン線は、自動列車運転装置、ATO、自動列車制御装置、ATC による、無人自動運転を行っている。しかし、1981年の開業当時は、無人運転の前例がなく、 無人運転システムへ乗り換えと信頼が得られるまで乗務員を転乗させて監視を行っていた同年開業のポートライナーも当初は乗務員転乗。1991年から無人運転が一部の列車で開始され、その後すべての列車に拡大されたが、1993年の住野江公園駅での車両暴走事故の後、しばらくは運転資格を持たない。 天井員を天井させて監視させいた。2006年のゆりかもめの車輪脱落事故の際には、乗務員を天井させて、有人手動運転を行っており、平日朝ラッシュ時等に乗務員の運転訓練のため、有人手動運転を行っている列車もある。当初2 0 0系は朝ラッシュ時のみの運用であったが、徐々に日中のダイヤでも姿を見せ始めている。コスモスクエア駅中不駅間は、 大阪港、トランスポートシステム、大津の南港、港区連絡船、ニュートラームテクノポート船として1997年に開業した。大阪府先市庁舎、コスモタワー、当時は、大阪ワールドトレードセンタービルディングやアジア、太平洋トレードセンターなどがある、南港コスモスクエア地区の交通を担っているが、運賃体系が異なっていた、2005年6月時点で、 大人全線230円均一ため、通算運賃が割高となり、利用者数が開業当初の見込みより低迷していた。そこで、大阪市交通局、当時のニュートラムと運賃体系を統一することで運賃を値下げして、利用者増加を図ることになり、大阪港、トランスポートシステムは2005年2月9日に、鉄道事業廃止届を被下げするとともに、 ニュートラムテクノポート線のコスモスクエアマイナストレードセンター前間の線路以外の施設と車両などを大阪市に売却し第三種鉄道事業者として線路を第二種鉄道事業者となる大阪交通局に対応する形をとりトレードセンター前から中不等間については軌道事業を大阪市交通局に譲渡した同年7月1日から 大阪市交通局はこれらの区間を南港ポートタウン線の一部として運営することになった。なお、2018年4月1日の大阪市営地下鉄民営化に伴い、道路線の運営も大阪市高速電気軌道に移管された。また、それまで弁天町駅と南港を結び、大津線に比べ運賃が安いため利用者もそれなりに多かった大阪市営バスの44.44 44。 AK 等弁天町バスターミナルマイナスポートタウン東駅前南港バスターミナが上記の落つ繊維間に伴う運賃の値下げにより乗客が減少することが見込まれるため2005年8月16日から運行経路と区間が変更され本数もこれまでより削減された後に道路線の南港の乗り入れもなくなった詳細は 大阪市エーバストリ島営業所44号系統を参照。また、2005年7月からの値下げなどの効果により、コスモスクエア駅、トレードセンター前駅の平均乗車人員は、値下げ前と比べて、約15から30%増えている。全駅大阪市住江駅に所在。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。